聞いてくださいよ、はい、友人と喋っていて、うんうんうん、最近どうみたいな、うんうん、で僕はこうでこうで、うん、まあ思ったようにはいかないねみたいな話をしながら、うんうんうん、あそれは自分が僕が思ったようにはいかないね思ったようにはいかないねっていうのを自分が言った相手が言ったじゃん僕が言った、はいはいはい、なかなか思ったようにはいかないと、うんうんうん、って言ったらまあ僕は楽しいよみたいな話をされてあそうなんだ、うん、いいねでも楽しいって言えるのはいいねとかって話をしながら、うんうん、でまあ共通ではないが、はい、中学校の時の同級生に、うん、なんか同級生と会ったって話をしていて、うんうんうん、でその同級生が、うん、あそこの店とあそこの店を経営しているみたいな、うん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 、でそこになんか提案に行ったんだけどさみたいな話をしていて、うんうんうん、でうーんって俺そういうの聞いてもまあ複雑だよっていう話をしたんですよ。いや俺はそういうのを聞いてなんて返したらいいかわからんと。でまあどちらかというともうそういうのを聞くと嫉妬しかないからって。ああお店やっててみたいな。あのなんか2店舗経営しててすごいよねって言われてもふんふんとしか思わんと。むしろ出てくるのはあの悪い気持ちしか出てこないからって、っていう話を正直に言いました。すると、うん、いや友達の俺が言ってるんだからさ、うんうんうん、それはすごいねとかでいいんじゃないのって、うんうんうん、あの助言するわって言われて、うん、でまあ僕は言いますよね、助言なんていらんと、うん、それってどうなのって俺はこれでええんやと。はあはあはあ、まあ友達だから言えるっていうのはありますよね、でも本音をで、うん、すごいねぐらい言ったらどうって言われたから、はあはあ、あじゃあ分かったと、はあ、すごいね、うん、そいつはすげえやって、うんうん、言ってじゃあバイバイってどっちが悪いんですかね。悪いも何もまあそんなもんじゃないですか。まあなんかそれが何だろう、例えば会社の社長が言ったら、はい、すごいねって言うじゃないですかきっと。ってなるほどなるほどですね、うん、なるほどです、うん、みたいな感じじゃないですか、はい、まあ、友達だからこうそんなの嫉妬しか出ないよって本音が言えるみたいなところはあるし、かもなんか同級生で、うん、まあ知ってる人間で、はい、なんていうの、はい、僕はあのなんていうんでしょう、公立、ギリ公立高校の人間、はい、うん、ギリ公立高校、うんうん、で彼は、うん、あのなんていうんだろう、お金持ちが行くような私立の私立の高校に行き、はいはい、であの予備校、うん、浪人時代に会ったことあるんですよ、うんうんうん、その人も浪人して浪人して、うん、あのよゼミで会ったんですよ、うんうん、そうするとなんかチャラチャラした格好であの女の子が横に座ってるんですよ。もうやっぱ許せんが出るじゃないですか18歳そう童貞丸出しの僕としては、うん、なんだあいつだと、うんうんうん、でまあ中学校の時一緒だから、うん、ああみたいな、うんうん、上からですよね。あ僕は上からだって感じるんですけど、うん、上からだって受け取る、うん、マウンティングでされてるって勝手に感じるんですけど、はい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 、僕はまあそういう気持ちがあったんですかね、うんうんうん、で僕はこの話をして、うん、知ってますよケツの穴がちっちゃいって、うん、あ僕はケツの穴がちっちゃいねって、うんうん、人間ですよねこれが、まあ、人間ですよこれが人間ですよ、うん、っていう、うん、これって、うん、僕の本質を守ろうとしているエゴの部分なんですよね、うんうん、でそのエゴのことを、うん、こちらですね自由へのエニアグラム、はい、ちょっと待ってくださいね。イーライ・ジャクソン・ベア、うん、ほら聞いたことない聞いたことない人が書いたはい、はい、エニアグラムの本、エニアグラムの本、うん、あのもう他の溜まってる本がたくさんある中はい、はい、やっぱりまあ基本はエニアグラムじゃないですか。基本はエニアグラムですよね、はい、買ってしまいました、うんうんうん、で僕が冒頭に言った、うん、まあ思う通りにはいかないよね、うんうんうん、っていうのも結局は、うん、僕は人を見てるんですよね多分。あ、まあそうかもしれないですね。で、うん、同級生から、うん、
いやなんか店を何店舗か経営してる同級生に提案に行ったんだけどさ、うんうんうん、でまたさ人がいいんだよねとか言うんですよ。あ人ができてるみたいな話をするんですよね。お悪かったなとお俺はどうせできてねえよと、うんうん、でこの私がこのイライラするのも、うんうん、やっぱりなんて言うんでしょう、こう勝手にこうやって仰ぎ見てるんですよね、はいはいはい、でどうせ俺はどうせが出るんですよ、うんうん、っていうとまあこれまでエニアグラムの本はもうそれこそ誇張なしに10冊以上読んでおり、はい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 、まあ、大体のパターンは見てきたと。まあそうですね、もう、うん、俺知ってるよエニアグラムはいはい、はい、もう出てる、うん、あのエニアグラムってアマゾンで調べて出る本は全部買ったよ俺って、うんうんうん、っていうところで驚かせてみろと、うんうんうん、新しいものをぜひ見せてくれとうん、うん、いう気持ちで読んだところ、うん、こちら自由へのエニアグラムナチュラルスピット社ですかね、うん、ナチュラルスピリット社のもので、ちょっと違うのは、うん、役者の後書きから読みますね、はい、エニアグラムは、うん、一般的には性格タイプ論として広まっていて、うん、でもこの本は自分の性格を知るための本ではありませんと、うん、またエニアグラムを極めることが最終目的の本でもありませんと、うん、この本は、うん、幸せという本性に目覚めるという一点だけを見つめていますと、うんうん、なのであのよくエニアグラムどの本でもあるのが、うん、そのあなたはどのタイプでしょうみたいな、うんうん、まずこの問いをやってみよう、うん、っていうのがないんですよ、うんうんうん、っていう点では、うん、新しいやないけれど、はい、試してこないんですね、うんうん、で、タイプ1から9までの説明がしてあるはしてあるんですけど、うん、この本が若干違うのはですね、うん、まあこの著者イーライ・ジャクソン・ベアさんですね、うん、この人は言いますと、うん、エニアグラムのリトリートの中でリトリートって何でしたっけ、リトリートとは本来の自分に戻るための時間、うん、なのでまあワークショップなんでしょうね平たく言うと、うんうん、で作者はこう言いますと、なぜ皆さんはエニアグラムのリトリートに参加するんでしょうかと、うん、それは自分を知るためですと、うん、ところでなぜ自分のことを知りたいですか、うん、人生を良くしたい、うん、幸せになりたい、うん、もっといい暮らしをしたい、うん、あるいは願望を実現したいからですねと、うん、そうした動機でいろんな人が私のところにやってきますと、うん、ですがそうしたことを叶えるために私はここにいるのではありませんと、うん、何かを与えることは私の役目ではないのですと、うん、それどころか私がここにいるのはあなたが持っていると思い込んでいるものをすっかり取り上げるために私はいますと、うん、あなたが持っていると思い込んでいるものすべてを失った時に、うん、そこに残されるのは自由ですと、うん、自由がそこにあると愛もそこにあります、うん、自由と愛が見つかった時に本当の人生が始まります、うん、エニアグラムはそれが自分だと思い込んでいるものを解体するプロセスを早める酵素のようなものですと、うん、なんであなたが持っていると思っている、うん、それがエニアグラムじゃなくて、うん、自分だと思い込んでいるものを解体するプロセスを早めるものがエニアグラムだと、うん、とらわれですね、とらわれを手放すって話ですよね、はい、はい、ここに皆さんが集まっているのは間違ったアイデンティティを終わらせるためなのですと、うん、どのような理由でリトリートに参加しているのであれ、例えば家族やパートナーとの関係の改善が目的だったとしても、あなたは何かによってここに導かれました、うん、その何かはおそらくあなたが思っているよりもはるかに深遠なものですと、うん、